インストラクターになるための資格や戦績は、まあ、特にいりません。もしコーチ経験がなくても研修を行う上でボール出しができたりお客様とのコミュニケーションが取れるような形になればデビューという形になりますので、もし不安がある方でも積極的に面接来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。武蔵野ドームという姉妹校があるんですけれども、そこからの移動っていう、まあ、事例はあるんですけれども、僕らでもあまり起きないことになるので、もうほとんど転勤はないと言ってもいいと思います、はい、面談とオンコートでの実技試験があります。実技試験の方ではボレー、ストローク、スマッシュ、サーブ、リターン、まあ、一通りテニスがどのぐらいできるか見させていただいて、その後、ボール出しもどのぐらいできるかを見させていただくようになっております。週5日勤務で完全週休2日制となっております。1日連続してのレッスンは体力面を考え3レッスンまで、1日の最大レッスンも6レッスンまで、シフト制となっておりますので9時間勤務を考慮して考えて行っています。ちょうどその時期に就職活動してまして、当時のその総支配人の方に声をかけていただいて、それで面談を受けさせていただいて、その時にフロントの方とかスタッフの方が明るく挨拶をしてくれたのがすごく今でも記憶に残ってて、あとはその仕事をする環境が良かったっていうのが一つ決め手で、はい、ありました。あとはさっき丹沢ヘッドコーチが言ってましたが、週休2日制だったので僕自身家族がいるんですけど、その休みをうまく有意義に使って仕事できるっていうのもすごく環境が良かったなと思ったので決めました。学生の子から50代の方までのコーチがいて、結構コーチ部屋では和気あいあいとお話ししたりとか、すごくこういい雰囲気な職場だと思います。であとはやっぱりその週休2日なので、子どもの行事とかにも休みをいただけますし、自分の趣味とかそういう時間にもうまく休みを当てることができるので、とてもやっぱりそういうところは魅力的でいい環境だなっていうふうに思ってます。施設としては冷暖房完備なので一年中快適にレッスンをすることができます。であとは先ほども言いましたが週休2日制なので、お休みの時間をうまく使うことができるっていうところが魅力だと思います。あとはコートの空き時間があるとスタッフ同士でテニスの練習をしたりしているので、そういうところも自分の技術を磨くっていう意味ではすごくいいのかなと思います。人によりきりですけど、まあ、大体1ヶ月2ヶ月の期間になります。最初はコーチの横にレッスンに立ってもらい、レッスンの雰囲気またはボール出しができるかどうかの体感をしていただきます。またお客様とのラリーをしたりコミュニケーションを図ったり、それができるようになればデビューという形になりますので、ジュニアクラスは3歳半からのキッズクラスがあります。上は高校生までで、一般クラスは初級クラスから上級クラスまでありますので、どのクラスもまんべんなく持ってもらう形になります。一番は人柄だと思います。テニスが大好きで人に教えることが好きだとか、あとはしっかりコミュニケーションが取れる方はぜひ来ていただけると嬉しいです。